はいどうも、からくり箱 DS です。まん延防止対策ですか。結局データが全然揃わないまんまなんですけれども、やっと多分21でも解除っていう方向になってますね。本当はなんか延長って言ってて、もうなんか4月の6日くらいまでやって、一旦ゴールデンウィーク前に軽く緩めてからまた延長をして、おそらく選挙対策の前にまた増やして収めるよみたいな空気の流れを作るかと思ったんですけれども、もう本当に活動家の皆さんのおかげです。ありがとうございます。もう自分たちの声をね、やっぱりそれなりにどういう形でもいいと思ってるんですよね。結局はまずはワクチンを打たないこと、マスクを外すこと、そういうことを常に言葉に言って、それにつながるやっぱり点と点が全て一本の線につながっていくと思うんですよね。だから活動をみんなやっぱりこの2年間もう3年目ですか、みんなそれぞれ活動してきて、まあ、そろそろちょっと疲れてきてる人もいるし、心が疲弊してる人もいると思うんですよ。だけれども皆さんがやってきたことって決して無駄じゃないと思うんです。まあ、僕のよくラップで皆さんの考えで世界は変わる、皆さんの行動が世界を変えていくって言いますけれども、やっぱり皆さんが活動することによって結局この成果に結びついた、まあ、それは本当に僕は揺るぎない事実だと思っています。まあ何度も言いますけど、どうもありがとうございました。そういうふうな小さな一歩一歩ではあるかもしれないけれども、その一歩が2歩になり、3歩になり、もう10歩になり、100歩になり、どんどんゴールに向かって進めていければ、それはもうすごいいい成果だと思っています。各々限界があったりとか、それはもうみんな常に 100% の力を出せるわけじゃないから、頑張れる人は本当に頑張ってほしいし、休みたい人は休めばいいと思うし、まあ、僕みたいなこんなエンタメみたいな空気感を作りながらも訴えることもできるし、やっぱりもう全力全身を持ってエネルギーを声を出していく人もいるし、もちろんそれ以外にも例えば政治の方に行って政治から力を変えていこうということで政治活動していく方もいます。でもそういう方も僕は全然素晴らしいと思うし、多少ちょっと行き過ぎた考えだったとしても、この状況を変えていけるんであれば僕はもう仲間だと思ってるんで、はい、もう皆さん頑張っていきましょうということです。めっちゃ西日強いな。ということで以上、からくり箱 DS でした。またねー。